始まるざますよ。行くでガンス。ふんが。まともに始めなさいよ。曖昧参戦、それブリってことかい。ちょ、ラッピングが制服、ラフリってことない。ぶん、ガンバッチャン、やっちゃっちゃん、そんときゃーちゃん、リリースよ、アッセン。この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。この秋一番の陽気となった今日、全国各地で運動会が開かれます。いやー、娘の応援に来たんですが、こんなに盛り上がるとは。来た甲斐がありました。いい写真が撮れましたよ。お父さん、娘って一体どこの？はあ、体育祭に向けて髪切ろっかな。思い切ってショートとか。え、お姉ちゃん髪切るの？せっかく今まで伸ばしてたのに。何気に言っただけだけど、今の意味深な反応、絶対男絡みだ。何でもそっちに結びつけるな。司も余計なこと言うな。でも鏡が髪切るとゴッホザコッチーってさ、別に普通だよね。あくあ、ツンデレはツインテールが基本なんや。つまらない顔で悪かったな。そういえばそろそろ体育祭か。めんどくさいな。若者のセリフじゃないわよね。コナちゃんは運動得意だからいいけど、私なんて足手まといだもん。大丈夫だよ。お姉ちゃんはどの競技に出るの？いやー、鏡のことだからあれでしょ。パン食い競争。前から思ってたんだけど、ひょっとして喧嘩売ってんのか？で、結局鏡は何に出るの？図星？ねえ、図星？こいつムカつく。というわけで、体育祭に向けて自主トレとかしてるわけよ。スポーツの秋だし。へえ。でも本当に体育祭のためにやってんの？実はその先の本番に向けてなんでしょ。何がよ？言ってほしいの？こいつマジムカつく。へえ、みゆきはチーム対抗リレーなんだ。ま、わかるけど。最初は障害物競争になるはずだったんだけどね。ほな、他に立候補はおらへんな。やったことがないので楽しみです。ダメだよ、みゆきさん。え、みゆきさん体の凹凸激しいから障害物ダメだよ。いろいろくぐるし。って言ったらリレーになったよ。お前それ中年親父のセリフかよ。そういえば鏡たちの中学、借り物競争とかってあった？ああ、あったね。うん、自分が呼ばれたことがあったんだけど。み、結局何の借り物で呼ばれたのか教えてくれなかったんだよね。言えない要素に心当たりが多すぎる。ま、わからないことはみゆきさんに聞いてみよう。そんなん聞くなよ、限りなく答えづらいんだから。って本当に聞いてるし。借り物競争で呼ばれそうな、ちょっと言いづらい泉さんの特徴ですか？うん、顔にほくろのある人などではないでしょうか。人によっては気にしていることですし。さすがというか、かわし方を心得てらっしゃる。でも違うと思う。体育祭は楽しみですけど、その直後にテストなんですよね。体育祭が終わると一気に行事とかなくなって寂しくなるよね。
中間、実力、期末とテストだけですしね。2学期は行事詰まってて文化祭体育祭でエネルギー使い果たすよね。ね、特に中間テストが厳しいですよね。読書の秋っていうくらいだから本でも読もうかな。テスト勉強にも過ごしやすい季節ですね。クリスマス前はゲームの新作も目白押しだ。先に期末テストがありますけどね。うおー、はあ、そうそう、二人とも現実から目を背けるのはやめないか。そうか、そろそろ体育祭か。よーい、どんなピストルがあるじゃない。あれは中学の時まで本物だと思ってね。ありえないよ。それが最初に警官に憧れたきっかけだったな。全然関係ないのに思い込み激しすぎ。そういえばコナタ、コナタの学校の体育祭いつだ。おい、今度の日曜日。今度の日曜。そんな大事なことなぜもっと早く言わないんだ。だってこの案内もらったの今日だし。こうしじゃおられん。何慌ててんだろう。さあ、いよいよ今日が本番や。日頃の練習の成果を見したるんやで。先生、それほど練習してませんが本番に強いタイプです。はっきり言うな。とにかく騎馬戦は目に物見せたるんやで。地方から囲んでタコ殴りが基本戦法や。防御力の低い方向からも攻めるということですね。でも帽子を取るだけですから叩くのはちょっと。細かいこと気にしたらあかん。それが若さゆえの過ちっちゅうもんや。坊やなんですね。お姉ちゃん頑張れ。頑張ってください。ねえ、あのアンパンってどうやって紐にくっついてるのかな。多分クリップか何かで止めてあるんじゃないでしょうか。ふーん、じゃあそんなに簡単には取れないかな。優勝しなさい。女の子はエレガントに。エレガントなパン食い競争などあるか。よーい、さすが鏡んだね。お、あの方すごいカメラですね。いやー、わかりやすいね。あんた次の 100m 走に出るんでしょ。一応ね。どうしたらコナちゃんみたいに速く走れるの。こういうのはイメージが大事なのだよ。イメージが。位置について、よーい。やけに懐かしいイメージ映像だな。ぐーりゅこんな感じ。マジか。3m25。 あー、手がついたところまでになるんだよね。のぼりゃさすが鏡、砂にまで突っ込むか。1、2、3、1、2、3。ハードルは歩数でタイミングを合わせるのがいいらしいですよ。歩数？1、2、3です。なるほど。で、1、2、3、1、2、3。よーい。全部倒して、ある意味才能ね。おちゃぱ、全然ダメだった。いやー、だから娘が出場すると思ったんですよ。よくある展開だね。やっと最後のリレーだね。ゆきちゃん、頑張って。だから娘が。ちょっと待って、まだ何もやってない。よーし、頑張れ、頑張れ。こっちこっち。はいはい。3位になった。これでこそレースだ。
面白くなってきたな。ゆきちゃん、大丈夫かな。みゆきさん、観客サービスも忘れないな。ラギースター。あ、つかさだな。まあ、いっか。水平リーベ、僕の船と。なんとかならないの？ごめんね。音楽の授業のリコーダー四重奏であるとを選んだんだけど、指がつりそうで。なんであると選んだの？なんか下のパートの方が簡単かなって。とりあえず何か簡単なので指を鳴らしてみれば？外してるじゃない。じゃあ合わせてみるからね。せーの。ちょっと、つかさだけ吹いてみて。なんか違うな。もっとこう気楽に吹いてみたら？力抜いてやれば案外うまくいくかもだよ。そっか、気楽にね。そうそう。うん、やってみるね。時より吸ってる時の方が多くないか。たまには学食でって思ったんだけど、結構混むのね。気が遠くなるね。行列ってめんどくさいし疲れるし嫌だよね。あんた、こういうのイベントとかで慣れてるんじゃないの？その先にワクワクドキドキのない行列は嫌。己の欲望に忠実なやつ。そういえば、以前テーマパークに行った時にアトラクションの列に並んでいると思っていたらトイレだったことがありまして。何の行列か真っ先に確認するのが基本だよ。2時間も待ちましたのに。あ、私もね、列に並んでてやっと自分の番だっていう時に前の人で売り切れってことが何回もあったよ。アヒさん、想像するのも嫌。つかさは運がないだけよ。あ、ほら皆さん、今日は何にしますか？まあカレーでいいかな、外れがないし。私はラーメンにしよう。私も今日は味噌ラーメンにしようって思ってたんだ。コーンいっぱい乗っけてわかめも欲しいな。鏡はラーメンとプリンとエクレアでしょ。後で余裕があったらね。余裕はいつもあるじゃん。ゆきちゃんは？私はサンドイッチ、とりあえずイチゴので。ああ、みゆきさんらしいね。ねえ。ところで、イチゴのサンドイッチってデザートじゃないの？お昼ご飯に入るかな？そうですね。妙なところでこだわるわね。あ、コナちゃんがいつも食べてるチョココロネは？菓子パンはおやつじゃないのかな？つかさのくせに突っ込むか。まあそれはさておき、残念なことだがみゆきさん、サンドイッチの列あっちだよ。
らしいな。アルくんも栄養素だからね。ああ、ほら、コナちゃんの番だよ。カレーください、ルー多めで。はいはい、ちゃっかりしてるわね。もらえるもんはもらっておくよ。はい、次の人。醤油ラーメンください、麺固めで。はい、ちょっと待っててね。はい、カレーお待たせ。私先に行って席取ってるから。よろしく。ありがとう。次の人。あ、はい、味噌ラーメンお願いします。ごめんね、さっきの人で麺がなくなっちゃってラーメン売り切れになっちゃったの。あのさ、醤油でよかったらこれ食べる？私はきつねうどんでいいし。ありがとうお姉ちゃん。ねえお姉ちゃん、ん？私たちって出てきた順で姉と妹が決まったんだよね。そうね。私妹でよかったなーってなんで？だってお姉ちゃんが妹に宿題見せてもらったり勉強教えてもらったりじゃ情けないし。とりあえず宿題移すとかはそういうの関係ないと思うけどね。だいたい双子なんだから姉も妹もないわよ。気にしてないでさっさと宿題やっちゃいな。うん。でももし私の方がお姉さんだったら、お姉ちゃんみたいにしっかりしてて。お姉ちゃん、宿題見せて。また？もうしょうがないな、鏡は。おーい、大丈夫か？しっかりしろ。ダダン、ニュータイプの自分は、あはがきが、のたー！ご活動お香り号だよ。埼玉県泉コナッタ。よかったじゃん。よく乗ったな、これ。すごいじゃん。超びっくり。こんなことあんまないわよね。いや、もう本当にね。購入の楽しみがまた一つ増えたっていうか。褒めるな、褒めるな。1260円と567円か。あと一冊でポイントに届くんだよな。じゃあとりあえず何か。いや、それでは奴らの思うつぼ、そうは問屋が下ろさないのだよ。ポイント欲しさに予定外のものまで買わせてしまう。それが奴らの手口。その手に引っかかるほど私は愚かではないのだよ。と、お、五感出てるの忘れてた。よし、これでオッケー。お会計2587円になります。ま、いっか。離れないね。ごめんなさい、うん、離れたくないよ。ああいうのって漫画やゲームだけかと思ってたけど、実際あるもんなんだね。そうね。ってことは、あの二人思いっきりフラグ立ったね。コナタ、ファンタジーは幻を思うって書くんだよ。夢と現実を分けないか。ラキスタ、ラキスタだよ。同じくアシスタントの白石みのるです。いや、早いものでもこの番組も8回目ですよね。そうですね。そろそろ目新しいこと考えないとマンネリと言われちゃいますしね。なんだって？どうすんの俺、どうすんの。いや、ただあの、いろいろやってみたいななんて思っちゃったりなんかして。やるよ。あ、そうそう、こないだ街を歩いてたら声かけられちゃった。エステのアンケートですか？やだ、白石さん、それマジっすか？ううん、もちろんファンの人からよ。あんたこんなことないわよね。ないです。そうだよね、アシスタントだもんね。ま、頑張りたまえ。でも、僕宛てのファンレターがどっこいしょいち、こんなに。なんでよ。ちょっと伊藤、あたしにやってないの。なんか声優みたい。あんじゃねえかよ。一枚だけ。会員証の有効期限が近づいています。で、これテレビだよね。デブじゃないかよ。テレビの前のみんな、あたしにもファンレター送ってくださいね。大募集です。
アキラ様、そろそろ本題の方を。調子乗ってんじゃないわよ。あんたの代わりはいくらでもいいすいません。ちゃっちゃー、発表します。なんとこの番組でフィギュアを作成することになりました。アキラ様、クリップ逆さま。ねえ、もう分かっててやってるんだから、もううまいな、アキラ様。実はですね、今回の企画はペロ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 。 Don't touch me。 ペロ、あれ、おかしいな。今回の企画はですね、 Don't touch me。 今回はペロ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 。あー、どうなってんだこれ。落ち着いて、それは中の人のマネージャーの名前ですよ。ちょっとなんつーの、あんたまさかこれ。やめそうもない。はい、というわけで今回のフィギュア化は皆さんからの投票でどのキャラにするか決定します。このキャラをフィギュアにしてちょっという熱い思いを待ってるね。皆さん投票よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で、次のラッキーチャンネルをお楽しみに。こんな投票したら本編のキャラが1位取るに決まってんじゃないの。何これ、あたしかませんの。いや、まだそうと決まったわけじゃないですよ。ああ、そうか、ついに僕もフィギュア化か。何言ってんの、これとある程度はそう。ゆきちゃんすごい。お粗末様でした。みゆきの意外な一面を見たわね。そんな恥ずかしいです。ねえねえ、じゃあゆきちゃん2人で歌おうよ。あ、そうしましょうか。おお、歌え歌え。デュエットか、どれなら歌える。そうですね、じゃあこの場つなぎに私めがすかさず歌うのか。鏡もどんどん歌えるよ。何これ。さあゆうき、まちあきの孫悟空よかったな。あれ、しんごちゃんじゃなくて。それは3度目のリメイク。これは1978年から1980年にオンエアされた最初のシリーズの主題歌だよ。何歳だよあんた。長いイントロね。ここで芥川先生の名ナレーションが流れるんだよ。知らないって。あ、来た来た、あちゃー、またシャウトか。おいで、それかよ。さて、次回のラキスタは、みゆきです。物事のものすごく大きな様などを表現するときに超特急という言い方をすることがありますが、この5の中にあるトトは1906年に就役したイギリス海軍の戦艦ドレッドノートのトに由来しています。つまり超特急とは戦艦ドレッドノートより大きなクラスというのが元々の意味なのですが、それが転じて先に述べたような意味として使われるようになったそうですよ。次回、そんな感覚お楽しみに。この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。